ありがとうございます。ナイターデーで。よろしくお願いします。はい、はい、します。いよいよ今月から始まる、阿部監督と私、高橋由伸の対談、まあ、どんな状況でもってなんか変な感じですけど、毎月やりますんで、はい、大丈夫ですね。よろしくお願いします。はい、開幕から、まあ、2週間ぐらいね、経ったんですけども、ここまでの監督業はどうですか？まあ、思ったよりも、きつい仕事なんだなっていうのは重々感じておりますもん。あ、そんな中でその若い選手たちの起用法でいうと、うん、3番に、ね、思い切って浅野を行ってみたり、したんだけども、その起用の意図とか、うん、そういうのは、いや、まあ序盤だからこそ、ね、うん、まあ、まだね始まったばっかりできることでもありましたし、うん、3番浅野入れちゃいましょうよって僕が言って、思い切って、はい、なるほどね。その時になんか直接声はかけたりはした、浅野に？いや、もうやってやれっつって言って失敗はなんかもう想定内なんで、うん、ね、書いてるね、あ、これ、うん、なんかざっと思い返す中でこれもうチームでね分けてるんですよね、これだから5冊あるんですけど、うん、うん、チームで分けて、まあ昨日とかはねブワッて書いたんですけど、この辺とか、うん、ね、自分の中で今印象的にというか残ってる言葉とか。いやいや、昨日も文句書いてありますよ。明日が差し支えなければ。これはちょっと見せれない。なかなかね、見せれない。そう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 。だけど一番下のは言えるな。って書いてある。うん、ね、それはどのシーンで書いたか。いや、それも教えられない。